皆さん、こんにちは。小山千です。本日もよろしくお願いします。今日はデスストランディングですね。生放送で最後の方まで進んだんですけれども、ストーリーがもう少しだけ残っておりますので、最後までね、やっていきたいと思います。よろしくお願いします。とりあえず、仕事を受注せよという指示が来てますので、行ってみたいと思います。ベイビー、今日は何の日だ？今日は特別な日になるはずだった。ママがああならなければ。君はまだ生まれていない。けどろうそくは多い方がいい。だろ？もうすぐ君をこの世界に誕生させてあげる。本当にね。そうしたら本当の誕生日を祝おう。ベイビー、誕生日おめでとう。爆撃します。サム、配送端末で依頼を受けてくれ。はい、じゃあ行きましょう。うわ、遠いな。え？はあ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 、了解しました。まあちょっと乗り物で行きましょうかね、さすがにね。その荷物は水没注意だ。くれぐれも荷物が水に浸からないようにしてくれよ。了解です。とりあえず使用済みのものはね、置いていきましょう。はい、それでは参りましょう。てかね、あれでしたね、乗り物が使えないっていう。あー、ということでまたのんびりね、行きたいと思います。よろしくお願いします。はい、K2 配送センターそばまで、来たらイベントが始まりましたね。クジラですね。ワニっぽくもありますね。なんかもう勝手にね、大層なバトルはないと勝手に踏んでるんですけど。さあ、それでは行きましょう。ラストボスですね。お、グレネードランチャーとか落ちてますね。ほら、もうラストでしょう。さすがにね。とりあえずアサルトライフルで行こうか。で、またあれですね、芋がラストボスだと思ってた時みたいというか、敵いましたよね。あの敵みたいにいろいろ落ちてるもので対処するみたいなってことかな。この感じはね。高いところに登りたいですね。よいしょ。お、来た。あそこか。
豆鉄砲感ね。また四連装ランチャーとか落ちてそうですけどね。そこにもなんかあるぞ。血液袋とアサルトライフルか。とりあえず使用済みのやつはもうね、ガンガン落としていきましょう。これは、グレネードか。グレネードとかの方がやっぱ強いのかな。武器の、なんかその、強い強くないがよく分かってないんですよね。でも結構減ってますね。このね、実弾が、結局血液なので、血液袋がね、大事になりますよね。行った、あっちか。あれはちょっと届かんな、さすがに。今のうちに、ちょっとそれ拾いに行こうかな。あ、血液袋多分なんか空になってる。とにかくね、手軽に行きましょうね。なくなったらもうすぐ捨てる感じでいこう。アサルトライフルはね、今まだあるので、そんなに急務じゃないんですけど、血液袋はちょっとたくさん欲しい。あと豆に、クリープとリオシス？これを拾ってかなかんね。やっぱ血液の源なので、なるべくこう血液袋をね使わないようにしたい。あ、外っちゃったかな。どっから出てくる？今のは当たったか。こんだけクリプトビオシスが落ちてるってことは、拾って戦いなさいってことだから拾わなかんのだけど、下に降りるのが嫌ですね。遠く行っちゃったな。あれ、アサルトライフル届くんかな。ちょっとやってみようか。届く。アサルトライフル、おー、大丈夫か。これ一番逆にいい説あるな。体が大きいからね、ある程度狙いをつければ当たりますね。だいぶ遠くにいるな。あ、こっからでもめっちゃ当たるじゃん。ガンガン行こう、ガンガン。血液が効果的ですね。血液袋がなくなったらもうだいぶ痛々しいことになるけど。あ、もう半分、あ、ちょっと待って。まだちょっと当てたいから待って。とか、サルトライフ。ああ、行っちゃったか。
待って、血液袋空になったって言ってたっけ？あれか。よいしょ。ないかな、血液袋。おー、近いぞ。おー、近いぞ。おー、めっちゃ近いじゃん。直接攻撃はしてこんのか。うわぁ、してくるじゃん。ビッタは。ああ、飲まれてっちゃう。まずいまずい。高台に行きたいよ。出れるとき当てていこう。ああ、DT が来てるじゃん。よいしょ。なかなか一筋縄にはいかないようにできてますね。多分さすがにラストボスだと思うけど、もうしつこすぎる、さすがに。もう半分まで来ましたね。ちょっと待って、これはもう捨てる。アサルトライフル、ショットガン、グレネードランチャー。グレネードランチャー当てにくいんだよな。そう、当てにくい。登れない。こんだけ近ければ助かる。減ってる、これ。やっぱね、4連装ロケットランチャー。なんか色変わった？あ、なんかもったいないことしちゃった。やっぱアサルトライフルの方があれですね。弾を無駄にしにくい気がする。連装、なんかこれもダメだね。レベル2が、どっかに落ちてたんだよね。あ、そらあそこだ。建物も復活しとるな。生きてるな。血液袋もまずくない？なんかまずいよね。二ついっちゃってるな。なんか、まずいな。うわぁ、わぁ、なんか強そうな攻撃してくるぞ。あー、落ちちゃった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 。待って、大丈夫？あ、これももう弾、ない感じか。ショットガンとかか。っていうか、荷物ないかい。ついよ。アサルトライフルがあったところで、血液袋がないから、今で半分切ったぐらいですもんね。これでアサルトライフル拾いに行こう。アサルトライフルを装備して高台に登ろう。ちょっと。結構もう来てるぞ。焦るな。
焦らず焦らず。ふぅ、荷物だなぁ。荷物が落ちてないと。いやぁ、もうこれあれか。あとは自力で的な感じかな。いいなぁ、血液が足りなそう。ここから自分の血液使ってるなぁ。ちょっと待って、荷物を下ろして、で、クリプトビオシスを豆に食べなかん。うん、どこだ。あぁ、近い。血液はあっても、あれなのか。ちょっと待ってね。ショットガンになっちゃうな。ちょっと。やめて。いやー、4連装ランチャーが欲しい。ちょっといっぱい拾ってこう。この建物に行きたい。とりあえず高台に。よし、行け。さあ、どこだ。あ、あそこに荷物あるぞ。ああ、血液袋とサルタン。あ、なんか復活してる、いろいろ。よしよしよし。シャットガン届かん。届いておいた。あ、でも結構いけるぞ。効いてる、だいぶ。だいぶ効いてるぞ。いける、これ。でいけるな。勇気を出して拾いに行こう。あ、で、クリプトビオシス食べなか。オッケーオッケー。よし、回復させて。あとちょっとだぞ。エンディングまで。急げ。よしよし。空気袋もワンチャンなくてもいいかもしれんが。空気が欲しい、本当に。よし、オッケー。それとあるぞ、オッケー。これで、ちょっと待って、装備しよう、装備。装備、オッケー。装備して、高台に逃げて、敵はどこだ？よっ。あんた、よし、これでもう倒せるぞ。もういけるはず。もうこの一回で行くわ。よし、行ったんじゃないかな。よし、やったー。クジラ退治。これも最後にしてください。お願いします。切に願う。超巨大カイラル結晶ですね。一応配達の途中でしたもんね。そっか、まだちょっと続くのか。あんたを抱きしめてやりたいよ。危ないところ。そうですよね。え、あの超巨大カイラル結晶だけ拾いたいな。一番このゲームで快感の瞬間ですからね。どこだろう。
ないのかな。オードラディックでないことはなさそうだけどね。ないね。あんなに苦労して倒したの。ありそうだけどな。まあいっか、もう多分エンディングでしょ。うん。ラスト配送ですね。なんか悔やまれるな。ないのかな。まあいっか、行こうか。到着ですね。一番最初のとこかな。いやー、多分最後なんでね、感慨深いですね。何時間やったんだろう。多分60時間超えてるな。70時間近いような気するけどな。だいぶ楽しませてもらいましたね。えっていう展開あるからな。まだ終わりじゃない的な可能性あるからな、全然。あれ？ちょっと待った。どこに行くんですかね。あ、ちょっと待って。目的地ここ。あ、ここじゃないのか。しっけいですね。ここからだった。あー、もうちょっと先か。間違えた。なんだっけ。ほんと一番最初の配送でしたよね。なんかまあ多分、ここまでの、まあおそらく最後だとは思うんですけど、まあ予想で話してますけど、一番端から、一番端に今来たわけですよね。要するに西海岸から東海岸まで来たんですけど、その今まで自分が多分ゲームをやってきた道のり、を、最後バイクとか、トラックとか使わずにこうやって、使命を果たすっていうところで、まあ、プレイヤーに、なんていうのかな。こう、思い出させるじゃないですけど。そういう演出なのかなっていうのは感じますね。うん、これだけの距離を、配送をね、してきたというか、繋いできたっていうのを、多分実感させるために、バイクとかトラックを使わせないんでしょうね。で、ところどころね、BT がいたり、ミュールがいたりね、そういう、演出も、まあ、最後ね、超巨大 BT が、いましたけど。よし、着いたかな？